皆さんこんにちは、ゆずこです。今回のテーマは埼玉県の戦国時代をお届けします。戦国時代といえば京都の応仁、文明の乱から始まったと言われていますが、実は関東ではそれより13年も前に京都の乱をきっかけに戦国時代に突入していました。戦国時代とは全国の武将が覇を競い合い、下克上が行われた群雄割拠の時代です。関東の戦国時代は鎌倉公方、関東関連の上杉氏といった関東を支配していた人々の間の争いから始まり、やがて侵攻してきた北条氏との戦いへと移ります。現在の埼玉県のある武蔵の国は主役の一人である上杉氏の拠点であったことから、戦いの最前線や激戦地となり、主戦場の一つとなりました。川越城、松山城などは激しい争奪戦の舞台となり、何度も城主が入れ替わっています。今回は武蔵の国でどのような戦いが行われていたのか、その歴史を詳しくご紹介します。関東の戦国時代は戦いの様相によって概ね2つに分けられます。第1ラウンド、伝統的な権威に基づいた覇権争い、公方 vs 関東官僚、上杉家の内紛。第2ラウンド、新興勢力の北条氏 vs 伝統勢力の上杉氏。まずは第1ラウンドから見てみましょう。1、京都の乱、鎌倉公方 vs 関東官僚上杉氏。関東の戦国時代は京都3年1454年の京都の乱に始まります。京都の乱とは、鎌倉公方の足利重氏と関東官僚の上杉憲忠の争いです。室町時代の関東地方は幕府の出先機関である鎌倉府の長官鎌倉公方と補佐役の関東官僚が支配していました。鎌倉公方は足利氏、関東官僚は上杉氏が務めていましたが、両者は権力争いを繰り広げるようになります。第5代の鎌倉公方に就任した重氏氏と関東官僚の憲忠も例外ではなく、重氏は謹慎を重要して憲忠を政権から遠ざけました。それが面白くない上杉側は重氏の館を襲撃するという実力行使に出ます。この時は和解したものの、重氏と上杉氏との対決は深まり、重氏が憲忠を呼び出して殺害したのです。これをきっかけに鎌倉公方の重氏と上杉氏を中心とした京都の乱が始まりました。京都の乱はいわば関東政権のトップ2とトップ1の権力争いです。関東の場合は滋賀を頂点にしていた他の地域と違い、公方は足利氏、関東官僚で守護でもある上杉氏という実力が拮抗する2つの勢力が存在していました。そのため武蔵の国の諸将からすれば、鎌倉公方と武蔵守護で、関東官僚の上杉氏はどちらも正当な支配者で、どちらの命令にも従わなければならないわけです。これが対立すればどちらにつくか決めなければいけません。こうして関東一円を巻き込んだサバイバルレースが始まりました。各地で戦闘が始まり、重氏も高畑武梅ヶ原の戦いで上杉勢を蹴散らしたのを皮切りに各地を転戦していきます。戦いは当初重氏が上杉方への最前線となる武蔵の鬼才城を攻略するなど、公方方が優位に進めました。対する上杉方は幕府からの指示を取り付け、重氏討伐の命を与えられ、さらに幕府からの援軍が鎌倉を占拠しました。鎌倉に戻れなくなった重氏は下宇佐の古賀に本拠を移し、古賀公方と呼ばれることになります。上野や武蔵、相模を拠点とする上杉氏は古賀に対する攻撃の拠点として上野国境に威嚇庫の陣を構えます。武蔵の国内に深谷城、川越城、岩槻城、江戸城などを築いて防衛を固めました。この結果、利根川を挟んで西側が上杉方、武蔵や上洲の中小武士層、東側が重氏方、東関東の豪族というおおよその勢力範囲が築かれ、両軍が睨み合う形となったのです。武蔵の国は上杉方の前線にして重要拠点となりました。2、長尾景春の乱、上杉家の内乱。両軍は一進一退の攻防を続けます。重氏が威嚇庫の陣に攻撃を仕掛け、大木谷家の当主
上杉正実を戦死に追い込んだこともありました。文明8年に事態が大きく動き出します。この少し前、山内上杉家ではナンバー2となる火災の長尾景信が亡くなりました。その後の後継争いの中で、景信の嫡子でありながら火災になれなかった長尾景春が恨んで主の上杉氏に反旗を翻したのです。威嚇個人を攻撃して翌年に陣を崩壊させました。重内側が崩せなかった威嚇子の陣を身内が切り崩したのです。家臣の裏切りという下克上の発生に上杉氏は動揺したことでしょう。そんな中、孤軍奮闘したのが扇谷上杉家で家裁を務めていた太田道灌でした。戦上手な道灌は相模と武蔵南部で景春に味方する勢力を配送させます。武蔵では川越城に進軍してきた景春軍に対し、城を守る道灌の弟助忠らが打って出て、優る原で景春らを撃退しました。道灌も武蔵に進軍すると、景春が本拠とする八方城と一角個人の間に陣を置いて、陽土原まで進み景春をおびき出します。そして針ヶ谷原で景春を敗走させ、さらに景春を追い詰めたところ、意外な敵が目の前に立ちはだかります。景春の救援に駆けつけてきた重氏でした。ここで上杉方は意外な一手に出ます。重氏に幕府との和睦の斡旋を持ちかけたのです。そこには次のような思惑があったようです。上杉方、景春と重氏の連合は避けたい。重氏方、もともと幕府と敵対する気持ちはなく、早く鎌倉に復帰したい。重氏はこの申し出に応じ、景春を切り捨てます。この機に乗じて道灌は八方城を攻撃して景春を敗走させましたが、景春も負けてはいません。秩父で体勢を固めると、武蔵の御嶽城にこもって奮起し、おごせに進軍します。その景春を道灌の父道信が退けました。道灌らは景春の最後の拠点日野城も攻略して景春を敗走させ、長尾景春の乱は収束します。文明14年には室町幕府と古学坊の間で和睦がまとまり、30年近く続いた京徳の乱も終結しました。この後、武蔵の国に束の間の平安が訪れます。なお、この時代の上杉方の主役は武蔵に集結していました。関東官僚の上杉明貞は八方城、扇谷の上杉貞政は川越城、太田道灌は江戸城。京徳の乱は久保上杉氏のどちらにとっても利のない戦いでしたが、唯一太田道灌の活躍で道灌自身とその主家である扇ヶ谷上杉氏は勢力を伸長します。しかしこれがさらなる火種を呼ぶことになったのです。3、長教の乱、上杉氏同士の内紛。京徳の乱の終結からわずか6年後、今度は京徳の乱で協力していた山内上杉家とその分家筋にあたる扇ヶ谷上杉家が対立します。そのきっかけは、扇ヶ谷上杉の当主貞政が家臣の道灌を暗殺したことでした。景春の霊もありますから、貞政は疑心暗鬼となっていたのでしょう。実力者となった道灌の謀反を恐れ、先手を打って殺害したとされています。実力が必要な戦国時代、優秀な家臣は必要ですが、優秀すぎる家臣は逆に脅威となったわけです。逆にこの事態を喜んでいたのが山内上杉家の秋貞です。秋貞は道灌の活躍で扇ヶ谷家の勢力が拡大したことを苦々しく思っていましたが、その中心である道灌を勝手に取り除いてくれたのですから、これほど好都合なことはありません。おまけに道灌の太田一族が貞政を見限り秋貞を頼ってきました。扇ヶ谷を叩く好機と見た秋貞は長教元年に放棄し、長教の乱が始まります。その対立は次のような構図です。山内上杉秋貞、実家である越後守護の上杉家が支援、後に足利正氏、扇ヶ谷上杉貞政、二代目古学坊の足利正氏、長尾景春らが支援、後に北条早雲。上京の乱は各地で戦闘が繰り広げられる中、秋貞は八方城、貞政は川越城で対峙します。お互いの城を奪おうと
実巻ヶ原の合戦、菅谷の合戦、高見原の合戦などが行われました。特に菅谷の合戦では死者700人以上に上る大激戦となったようですが、いずれの戦いも決着をつけるには至りませんでした。そこで貞政は伊豆で台頭していた伊勢宗瑞、後の北条早雲を味方に引き入れて出陣しますが、荒川を渡る際に落馬し急死してしまいます。これを機に正氏が山内上杉家に寝返ったこともあり、次第に山内上杉家が優勢になっていきました。平成元年、貞政の後を継いだ上杉智義は、早雲やその主筋の今川家の救援のもと、立川の原の合戦に挑みます。激闘の末に勝利を収めたものの、山内上杉家との実力差は埋まりません。翌年の平成2年、本家の川越城を攻められた智義は降伏し、18年に及ぶ長教の乱は終結します。この経緯を見てもわかるように、実は伊勢早雲を関東へと招き入れ、関東侵攻のきっかけを作ったのは上杉氏自身でした。早雲は伊豆の国を乗っ取った人物。扇ヶ谷上杉氏では道館の活躍を恐れて暗殺しましたが、皮肉なことにその代わりにさらに危険な早雲を引き入れていたわけです。関東は名門上杉のもので、外から奪われることはないというおごりがあったのかもしれません。以降関東は主に以下の4氏を中心に争いが展開していきます。古賀久保、山内上杉氏、扇ヶ谷上杉氏、北条氏。4、久保と関東官僚の後継者争い。平成7年、山内家の上杉明貞が亡くなると、その後継をめぐり養子の明実と範房が争います。その対応について、もともと対立していた古賀久保の正氏とその子の高本の意見が分かれました。正氏、明実、高本、範房とそれぞれを支援したことから、再び関東を二分する戦いへと発展します。平成9年、範房方の長尾景長らが八方城にいた明実を攻めて勝利を収めました。範房が山の内上杉家当主を継ぎ、やがて関東官僚職を受け継いでいます。ここから戦いは第2ラウンドへと移ります。第1ラウンドは勢力争いで決定打が出ずに戦乱が長引いたため、上杉氏も久保も疲弊するだけで終わりました。しかしそこに大きな隙が生じ、北条早水が相模一国を切り取っています。第2ラウンド、上杉氏と北条氏の全面対決へ。5、北条氏の武蔵進出。早水の子宇治綱の時代に本格的に武蔵に進出を開始します。宇治綱は北条氏を名乗り江戸城を奪取すると、ここを拠点に友沖氏の蕨城や岩槻城を攻略していきました。この頃になると、さすがに両上杉氏も本当の敵は北条氏で、内輪もめをしている場合ではないと気づいたのでしょう。共同戦線を張って北条氏に対抗していきます。ここからは戦いの様相がガラリと変わりました。今までは覇権争いでしたので、トップが変わっても政治の枠組みは変わりません。しかし外部から侵攻してきた北条氏は、その枠組みには収まらない存在です。上杉氏の戦い、政権内の覇権争いから北条氏との戦い、関東の旧勢力 VS 新興勢力へと舞台が変わったのです。上杉氏にとっては伝統的権威である自分たちの政権と領土そのものを守れるかどうかの戦いとなったわけです。6、川越野戦、北条 VS 上杉連合軍。そこで上杉氏は巻き返しを図ります。川越城に入っていた扇ヶ谷上杉の上杉智興は、範房の支援を受けて反撃に転じ、大永5年に白子原の戦いで勝利すると、蕨城や岩槻城を奪い返しました。さらに両上杉軍が相模に侵攻し、逆に北条氏を追い詰めます。しかし天文6年に智興が他界すると一転、宇治綱は一気に攻勢に出て川越城を攻め落としました。天文15年、武蔵における上杉氏と北条氏の間に決着をつける日が訪れます。それは川越野戦です。宇治綱の後を継いだ宇治康が駿河へ侵攻した隙をついて、
松山城に逃れていた扇ヶ谷上杉友貞が川越城を取り戻そうと攻勢に出ました。この時友貞は関東の反北条勢力を結集します。山内上杉家の上杉憲政や古賀久保の足利晴氏、そして関東の大名の多くが北条を駆逐するチャンスと集まり、8万の大軍で城を包囲しました。北条一族の綱重が指揮する城兵はわずか3000。氏康は駿河の今川氏と急いで和睦して軍勢を率いて救援に駆けつけますが、その数も8000足らずと上杉方の10分の1にしか過ぎませんでした。まさに絶体絶命の危機に陥った氏康ですが、ここで起死回生の一手を打ちます。包囲する上杉方に夜襲をかけたのです。不意打ちを受けた上杉側は大混乱に陥り、友貞が討ち死にするなど惨敗を喫し、扇ヶ谷上杉氏は滅亡しました。氏康は奪われていた岩槻城や松山城を奪回し、この後花園城、御嶽城、羽生城も落としています。7、上杉謙信の関東遠征。関東は北条氏支配に傾きかけますが、ここで上杉氏に救世主が登場します。それは越後の上杉謙信です。関東を追われた上杉憲政は、当時越後統一を果たして長尾景虎と名乗っていた謙信を頼ります。義に厚い謙信は永禄2年北条氏討伐のため憲政を投じて関東に出兵しました。上野の国を制圧した謙信の呼びかけに応じ、関東の諸将が続々と謙信のもとに集まりました。武蔵では忍城の成田氏、羽生城の広田氏、岩木城の太田氏などが北条から謙信に寝返っています。やはり北条に従っていても、この時はまだ侵略者北条に対する反発が根強かったのでしょう。瞬く間に上野の国を制圧した謙信の勢いは救世主と移ったようです。謙信は10万もの大軍で北条氏の本拠小田原城を包囲しましたが、ここでは撤退。ただ松山城を攻略し、岩槻城と松山城を上杉方の武蔵の拠点として帰国しました。これ以降謙信は毎年のように関東に出兵しますが、謙信が帰国すると氏康が武蔵に侵攻するという繰り返しでした。中でも激しい争奪戦となったのは松山城です。北条氏が扇ヶ谷上杉氏を滅亡させて攻略、上杉謙信が奪還。謙信の帰国後、北条氏康が松山城を包囲。この知らせを受けた謙信が松山城救援に向かい、生の山の戦闘で敗北するも、氏康を松山城から撤退させる。永禄5年、氏康と甲斐の武田信玄が松山城を包囲。翌年、謙信の救援到着前に松山城は降伏。特に最後の戦いでは、信玄が金堀神父を使って行動を掘らせて城内に入ろうとしたものの、水を流され失敗したという逸話も伝えられています。松山城が降伏したことに怒った謙信は鬼才城を攻略して帰国しました。ところがここからは戦国時代らしく、事態が二転三転します。永禄12年、北条と武田の同盟破棄、北条と上杉が同盟締結。元亀2年、北条と上杉の同盟破棄、北条と武田が同盟締結。この同盟関係から永禄12年に信玄が北条方の御嶽城と八方城を攻撃し、特に御嶽城は大きな被害を受けています。ところが北条と武田が同盟を結び直すと、北条が上杉方の羽生城を落とし、北条氏が武蔵を支配下に収めました。謙信は救援に向かうも間に合わなかったようです。武蔵のここまでの戦国時代を一言で表すならば、関東官僚上杉氏の攻防とともにあったと言えるでしょう。謙信の死とともに武蔵における上杉氏の歴史は幕を下ろしたのです。8、小田原征伐。豊臣秀吉から守り抜いた忍城。北条氏は氏政の時代に関東一円に勢力を拡大します。やがて中央では群雄割拠の中から豊臣秀吉が台頭。秀吉は天下統一の総仕上げとして北条氏に従属を命じましたが、北条ではこれを拒否して全面対決に臨みました。大正18年、秀吉は全国の諸大名を動員して
北条氏討伐に乗り出します。北条氏が小田原城に籠城すると、秀吉は小田原城を包囲する一方で各部隊に市場の攻略を命じました。前田利家、上杉景勝連合軍は武蔵の国の深谷城、松山城、川越城など次々と落とします。さらに要害堅固な城とされた八方城を囲み、1ヶ月の籠城戦の末、猛攻撃をかけて攻略。浅野長吉らが岩槻城も落とし、残る市場は押し城のみとなります。押し城も当初は小田原城に籠城しており、一族が2600の兵と共に城を守っていました。この城は広大な沼地に築かれ、沼はそのまま堀となった浮城です。攻めあぐねた石田三成は利根川を利用した水攻めを計画し、28キロに及ぶ堤防を築いたのですが、堤防は脆く大雨で決壊してしまいました。一説によると、水が逆流して石田軍に多大な犠牲者を与えたとも言われています。この堤防は突貫工事だったことに加え、一部は自然の地形を利用して作るべきところ、地形の都合上全てを人工にせざるを得なかったことも失敗の原因だったようです。こうして押し城は持ちこたえ、小田原城が降伏した後にようやく降伏解除しました。関東の戦国は終わり、後に徳川家康が関東の地を支配し、江戸幕府が開かれます。まとめ、関東の戦国時代は小田原征伐までと考えると約140年続きました。鎌倉公方と関東官僚が君臨していた関東では政権争いが激しく、関東全土を巻き込む戦いが繰り広げられました。武蔵の国の城も主が次々と移り変わっており、その攻防の激しさが伺えます。特に上杉と北条の戦いは熾烈を極めています。北条が最後秀吉に従わなかったのは、北条早雲以来の苦労を思ったからかもしれません。今回の動画は以上です。この動画が良かったらグッド評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。